名古屋都市センターまちづくりライブラリーは愛知県名古屋市にある専門図書館。1992年4月1日に開設され、1999年3月26日から中区金山町の金山南ビル12階にある。事業主体は名古屋市の外閣団体である公益財団法人名古屋町づくり、校舎名古屋都市センター。蔵書数は 一般図書約3万2000冊、調査報告書、行政資料約2万1000冊、定期刊行物19000冊、契約7万2000冊である。1999年まで名古屋都市センターとちづくりライブラリーがあった建物、太平洋戦争中の空襲によって、 中心市街地の大半を消失した名古屋市は、戦災復興による土地区画整理事業を中心とした街づくりを行ってきた。この復興土地区画整理事業が収束を迎えたことを記念して、1991年7月15日に、財団法人名古屋都市センターが設立された。 金山総合駅北口から約1キロメートル、名古屋市中区金山2丁目15-16にある3階建てビルの2階に、名古屋都市センターの事務所があったが、8年後の1999年に金山南ビルに移転することはすでに決定していた。名古屋都市センターは、名古屋市の街づくりを考える新たな拠点であり、名古屋市から100%の出演を受けている。 まちづくりに関する調査と研究、まちづくりに関する情報の収集と提供、まちづくりに関する人材の育成と交流の3点を事業の柱としており、情報の収集と提供の一環として、図書室の開設が構想された。名古屋市のまちづくりの歴史を知るための資料の保存や、まちづくりの推進のための情報の収集や提供を行うことを目的とし、 町づくりを勉強する学生、学識者、町づくりの専門家、行政関係者、町づくりに関心のある市民を対象として準備が進められた。名古屋都市センター事務所の隣にある約90平方メートルの部屋が図書館にあてがわれ、名古屋都市センター自体の設立から1年後の1992年4月1日、町づくりライブラリーが開館した。 考え貸し出しは4月1日に開始されたが、館内閲覧は3月中から行われていた。開館当初の開館日は月曜日から金曜日であり、開館時間は9時30分から16時30分だった。考え貸し出しは1人3冊までであり、貸し出し期間は2週間だった。開館時の蔵書数は7139点であり、内訳は和書が3233点。 研究機関等が1246点、行政資料が2660点、雑誌タイトル数は40誌だった。全国の都市に寄贈依頼をした、戦災復興関係資料が約200点、名古屋市の計画局から引き継がれた、田淵文庫が約30冊、大学教員からの寄贈書が約1800点、名古屋市の行政局別の資料が約1500点、国や 他都市の資料が約700点であり、新規に購入した図書が約2500冊である。開館年には全国の図書館、資料室、情報管理室部門などで構成される専門図書館協議会に加盟して交流や連携を進めている。開館翌年の1993年には841人の利用者があり、428冊が館外貸し出された。 移転前年の1998年には726人の利用者があり、1067冊が館外貸し出された。1997年5月の調査によると、利用者の職種別内訳は、学生が26.6%、会社員が25.3%、名古屋市職員が20.5%、その他公務員が6.3%などだった。 金山南ビル1999年に金山総合駅南口に竣工した金山南ビルは高さ134.5メートルの超高層ビルである。名古屋都市センターは11階から14階を占めており、他には名古屋ボストン美術館や ANA、クラウンプラザホテルグランコート、名古屋などが入っている。百九十八年十二月一日には休館して、 金山南ビルへの移転準備期間に入り、1999年4月1日には12階に、町づくりライブラリーが移転して、図書館業務を再開した。延べ床面積は660平方メートルであり、内階下部分は420メートル、閉館部分は160平方メートル、バックヤードが80平方メートルである。 移転年の1999年には15,702人の利用者があり、前年の21.6倍と爆発的に増えている。1999年9月の調査によると、利用者の職種別内訳は、会社員が35.7%、学生が25.1%などであり、移転前と比べて、名古屋市職員の割合が低下している。 名古屋都市センターの休館は後に名古屋市、緑都市整備事務所となった。2004年からは年4回の頻度で所蔵資料を用いたライブラリー資料展を行っており、昭和10年代の写真を展示した堀川の橋、昭和30年代の写真やビルの模型を紹介した名古屋の街の歩みなど、専門性の高い展示で所蔵資料を活用している。 かねてからパスファインダーを作成して配布していたが、戦後70年の2015年には、戦災復興に関するパスファインダーを追加作成した。移転前と移転後の所在地、貸出カードを作成する際には、身分証の提示とカード作成実費300円が必要である。館内にはセルフコピー機が設置されている。金山南ビル12階には、休館日は、 閉館時に利用できる返却ポストがあり、6時から22時の間に返却ポストを使用できる。郵送による返却も可能である。戦前から戦後にかけてのちづくり関連資料の収集には重点を置いている。1920年から1933年まで愛知県庁都市計画課に勤務した都市計画技師石川栄養の著作を収集しており、 1925年から1930年まで刊行された雑誌、都市創作の復刻版、全六巻を刊行した。田淵俊夫などが手掛けた、戦災復興と地区画整理事業に関する資料では、名古屋戦災復興誌から、勘地図、墓地店、平和堂などのリーフレットまで幅広く所蔵している。2015年12月には、 名古屋都市センター市民研究院研究報告書をもとにした秘められた名古屋が地元の出版社から刊行された。都市図などを収蔵する部屋町づくりライブラリーの蔵書構成と資料の種類は以下の通りである。署名だけでなく目次レベルで検索ができる検索システムを構築している。全国の戦災復興事業に関する資料名古屋市の 戦災復興土地区画整理事業に関する資料、名古屋市内における各組合の区画整理事業史勘地図国、政令指定都市、各都道府県の総合計画、都市計画マスタープラン、都市計画概要名古屋市各局の行政資料調査、研究機関等の報告書学会、大学、経済団体、町づくり団体等の資料専門分野及び、 周辺分野の図書海外のまちづくり関連図書雑誌、都市創作と、都市公論の復刻版、土木、建築、公園、景観の分野における雑誌及び調査研究機関、等の機関紙、ニュースレター名古屋の都市計画関連図及び、他都市の都市計画図、明治、大正、昭和初期の名古屋の街や街並みの写真集子どもたちのためのまちづくりの絵本まちづくり関連の映像資料、 P 教育文化の書家まちづくりライブラリーでは日本中新分類法を使うとともに独自の分類方法を採用している。アルファベットの大文字を大分類に、アルファベットの小文字を小分類としている。NDC 分類が518.8、著者名が山田美樹太郎、独自分類が BA の図書の請求記号は518.8、や BA となる。 S, S の分類は分野を問わず、名古屋県の出版物を収集しており、名古屋市市、郷土市、名古屋本などが含まれる。ありがとうございます。